活動の軸として、うん、この曲をこう結構イメージとして主軸としてやっていこうかなみたいなところが、うん、聞いていただけたらと思います。お願いします。お願いします。一旦最後はちょっと聞いていただきたい。お願いします。二音も。一番でかい夢を見ていて一番元気だった。多分真面目ではあるけどやたらボケたがりでたがり、むちゃ面白くはないけどいつも場を和ませるすごい人。でもミクチャのメンバー思うこともいっぱいあったでしょう。なのにいつも黙って聞いておくなら池田さんもっと慕ってくれてもよかったよ。いつも体調ばっか崩してガタガタのメンバー、そろそろお祓い行きますね。でもこの間珍しく調子悪そうにしてたからあんまり無理はしないでほしい。俺らこんな感じだけどたまにうまくいくこともあって、業界の人に褒められたら誰より喜んでた。池田さんありがとうございました。何もね。
力技で行け行けなさ俺ら音楽